始めます。どうかな。どうかな。これはプロフィー。どうかな。ちょっとやり直したい。最初の、なんだ、2かな。最初の。そうだな。グレネード欲しい。グレネードないか。まあ、ロケットローチ。ああ、ダメ。まあ、グレネード、マインスロー持ってる。はい、グレネード持ってる。いいぞ。じゃあ、これは最初から。まあ、別に最初からじゃない。Ich werde es nie vergessen。じゃあ、最初はやり直したい。これは本物の終わった式ナイフ殲滅なら最初からやろう。Hey、こんにちは。これはリオンの殲滅です。グレネード十分かな。グレネード、はい。どうだ？ああ、もうちょっと。ちょっと失敗しちゃった。はい。もう一発。これ十分だろ。はい。本物のナイフ殲滅です。ちょっと痛すぎる。死んじゃった。どうかな。2。マインスロー2かな。ナインスロー。マインスロアの弾、スタッチじゃない。2回。じゃあ2回のマインスロアどう？ 1、2、どう？まだダメ。じゃあこのくらいどう？死ななかった。まあ死にたくないだけど、どうだ？リオン弱いすぎる。あ、スタッチじゃない。くそ。これは最悪。じゃあ、どう？あ、また死んじゃった。これはめんどくさい。本物の終わった。ノーダメージ。ノーダメージ終わった式したい。これはひどい。どうやっていける？マインスロー、同時にマインスローとグレネードかな。じゃあ、まず、マインスロア、一発。次は、グレネード、一発。できなかった。じゃあ、このくらい。ひどいよ。これは、意外に難しい。意外に難しい。赤になりたい。ああ、よしよし、いいぞ。じゃあ一発行きましょう。これは本物のナイフを渡し機。まあやり方わかってる。はい、こんにちは。これは本物のナイフを渡し機になった。はい、いらない。いらない。まあナイフいれる。でも他に人いらない。いらない。よし、久しぶりのジジイ。はい、さい。もうちょっと失敗しちゃった。まあ簡単、このジジイ。問題は犬かな。でも犬殺し方大体分かっているだろ。じゃあ弾いらない。はい、まず窓から飛ばして、ずっと走る。はい、来い犬、来い。犬置いて、犬曲がって。はい、犬来る、犬来る。はい、おいで、犬。一緒に行こう。あ、前じゃない。あとで。まあ、別に。みんな行こう。そうだな。みんな行こう。このくらいかな。この作戦。はい。ああ、失敗しちゃった。なんでいけない。ああ、まあ、また下手なクソ。死に方しなきゃ。じゃあ、マインフロアに初行けるだけど。めんどくさい。セーブしたいだけど。まあいい。上手になれ。このくらい。
1発。はい。2発。このくらい。ああ。簡単じゃない、これ。あ、そう、グリッチできるかな。あ、ロケットローンチャーどうかな。ロケットローンチャー。ロケットローンチャー大丈夫。まあ、ロケットローンチャー。どうかな。逃げる。逃げる。このくらいか。はい。じゃあ、このくらい。もうちょっと。はい。もうちょっと。このくらい。このくらい。じゃあ、このくらいなら、そしてこのマインスロー使うならどうかな。カツシン来るかな。どう？はい。まあ、カツインなら死なないだろ。どうだ？ダメか。死んじゃった。ああ、ひどい。ひどい目にあった。これは残念。そうだ、ビエンデンとロケットローンチャー使おう。じゃあ、手榴弾欲しい。リエ。あ、リエ。そうだな。カラはリエですね。このくらい。このくらい。めんどくさい。どうやって前回やった？どうか。ひどいよ。このやつら、車のや、あ、これは全部無駄なしですね。完全に、あ、それじゃない。無駄なし。この人の回復、強いすぎる。このくらい、どう？あ、そうだな。後ろを向いてなら、いけるかも。はい、どう？なんでそっちに飛んだ？ない、次回ない。ロケットローンチャー使いたい。買いたい、ロケットローンチャー。無駄な7分。無駄な動画。ああ、もう、ああ、回復だ。よし、わかった。よし、一発マインフロアで。よし。そして、ハーブ1個食って、一発マインストで、どうだ？完璧。どう？よし！よし、やり方分かった。嬉しい、嬉しいぞ。そして、マインストじゃなくて、よし、このパズル届いた。よし。これから勝つ。あ、このマインストは邪魔だろ。あ、ブレイグ。次回、まあ次回じゃないだけど、今回は正解。でも次回なら、爆発2回目、手榴弾使うなら、リオンの手から消えるね。だからそっちの方がいいだろう。まず、犬が集まって、その後、階段に行って、どうやってこの辺届く？よくわからん。なんで今はハマった？前回この感じ。はい、この調子で。はい、曲がって、こっち、行ける。はい、行ける。なんで次回行かなかった？よくわからない。まあ別に爆弾使える。別に違反じゃない、爆弾使ったこと。はい、じゃあ、トレッツン失敗しちゃった。まあいい、それはいい、いいぞ、嬉しい。死んでもいい、死んだ方がいいだと思う。なぜなら、ちょっと死に方失敗しちゃったね。よし、一回マインスローして、あ、どうかな。どうかな、回復全部なら、一回、このやつ使おう。そしてマインフロー一発。その後、手榴弾。どうか。
ああ、死ぬかな。多分死ぬ。じゃあ、食って、ほぼ食って、手榴弾飛んで、爆発して、完璧。リア。リアです。リアは、ポケモンの技ですね。まあ、英語で、リア、なんだ、ジロジロかな。ずっと見る、じっと見るかな、リア。という意味。この意味は、これはドイツ語。ドイツ語はカラーという意味ですね。よし。死んだ、ジジイ。ああ、間に合うかな。ハネガンのカツイン、する前に飛べるかな。ああ、なんで、食器切っちゃった。はい、犬は詰まって、このくらい。これはいいかな。いい犬。まあ、ずっと走しようか。みんな集まって。全部集まって。みんな死ぬなら楽勝だろ。はい。おっさんも、次のおっさんたちも、みんな集まって。みんな殺し。一緒に殺し。みんな殺し。はい。おっぱいさん、ハゲさん、隠したハゲさん、帽子で隠したハゲさん。そして次は誰？こっちは、荒野のおっさん。最後は荒野のおっさん。ちょっと戻りたかった。でも、失敗しちゃった。そうだな。本物の作りたいね。本物の。はい。まあ、一回このメニュー入りたい。一回だけです。よし、リア。リア力で勝つ。はい、本物の動画作りたい。前回のこの動画は、ひどかったね。あの窓、カツイン前に行けるかな。はい。ちょっと、おっさん無視して、これから飛べるかな。飛べない。壊せる。でも飛べない。なんで。おっさん来る。トレッドにしましょう。ちょっと探しましょう。ああ、これはひどい動画。ダメになった。扉は閉まった。誰？ 誰閉めた？ 正味です。こっちから脱出できない。すべてできない。なんだろう。なんで。はい。ああ、マインスロー使うなら脱出できるだろう。そうかな。ああ、ちょっと頭ボンやった。ボンになっちゃった。まあ、とりあえず犬だけ集めましょう。階段に行ってみんな殺し。はい、犬1匹2匹それだけ。行こう。このやつめんどくさい。邪魔だ。行こう。邪魔だ。邪魔犬。邪魔者。はい、ピッチフォークやろう。ピッチフォークするハゲ。はい、ハゲいらない。なんだ？なんだ？え、is ゾンビ。え、is kind ゾンビ。ゾンビじゃない、やろう。はい、こっち。安全。安全。うちは安全だな。殺せる。みんな、犬の弱点分かった。階段です。犬の弱点は階段ですね。ほら。ほら。来ない。ジジイダメ。ああ、惜しい、ジジイ。階段登れる。ジジイ登れるね。犬、登られな、ジジイどこ？ジジイじゃない。死んで。ジジイじゃない。ほら、リオン無敵。階段登ったリオン無敵。どこ犬？犬登っちゃった。犬ダメ。登った犬ダメ。よし、降りた犬。どこ？犬？まあ、階段降りた。来い犬。こっちは安全。
ちょっと時間かかるね。多分前回の動画の方がいい。まあ、こっちに行ってくれ。こっちの方が面白い。はい、死ね。みんな死ね。死んでもらおう。ちょっと待って。はい。無やつの場所行こう。一匹目。二匹目来い。あ、来た。ああ。そうだな。飛ぶは怖い。飛ぶときだけ怖い。でも、飛ぶないなら安全だ。毒犬。犬どこ？来い。残り2匹かな。飛んじゃった。どこだ？はい、死んでもらおう。死んだ。このやつも死んだ。残りは？え？犬も終わりか？あ、いいえ、まだ残っている。まあ、この窓のも使えるかな。チェーンソーの人たちのところ、これを使っちゃっただけど、おのさん、おのおさん、おそのおそのさん、どうかな、この人の名前。あ、来るか、来るなら来い。来るハゲ。まあ、次回のハゲ。別に今ハゲじゃない。怖い犬。安全な階段に行きましょう。よしよし。なんでドア開けられるかな、犬。はい、犬ちゃん。来いよ。こっち来い。おいで、おいで。おいで。よし。お前の死神のリオンです。はい、死んだ。ああ、手榴弾あげちゃった。別にいらない。はい。これから簡単ですね。簡単。よし、本物の終わった式。終わったリオン式作っちゃった。いいぞ。まあ、今回のリオン、死神ですね。この犬殺せるかな。はい。死ね、死ね。まあ、助けちゃった。死神失敗しちゃった。残った。一匹残っちゃった。なんで？死ななかった。もう、これはめんどくさい。安全な、まあ別つまらない。死んだ方がいいかな。このキースか。よし。他の戦い方、見つからなきゃいけない。いつも階段にないから。どこだ？はい。キースがいるか。あ、後ろ。どこ？悪い音。どこだ？そっち。はい、このキースがどう？まあ、このキースがいそう。このキースがいそう。この感じ。来い。キースがいるなら大丈夫かな。ほら、ほら。来い。来い、犬め。来い、犬め。来い。ああ、賢いやつ。賢いやつめ。まあ、すまらなかったね。死んでよかった。死んでよかった。もう終わっただと思った。でも、犬一匹残った。今回だよ。はい。ヤオカサオ、リオンの終わった式、ナイフ殲滅です。私はリオンです。はい。まずは、私の回復高いすぎる。ああ。だから、俺は死ななきゃいけない。失敗しちゃった。まあまあ、あ、そうだな。何か試したかっただけど、これは十分。あ、まず食え。まず食いましょう。そうだな。じいさんに挨拶、じいさんに無視して、その後、このドアから出たいですが、ハニガンやろう。俺は出なきゃいけない。よし、で、なったかった。失敗、犬。ああ、もう、じいちゃん、なんで死んだ？別に近くない俺のマインスローで。まあ、さあ、これはいい感じだったのに。
死んじゃった。今はいい調子ですね。今いいリオンです。 ああ残念、残念です。まあ誰か見つかるかな。はい、リオンです。今回は私はこのマス、M です。M のリオンです。あ、そうだ、クー。まず、このハーブを食って、こう、手榴弾に行って、ああ、失敗しちゃった。まあ、えけー。まずは、この扉に入って、私の入り方と他の血とちょっと違うです。入っちゃった。じゃあ、今、このじいさんは、このじいさん殺してもらおう。このじいさん、俺のナイフで殺して、次は、犬、ハニガン無視して、犬集まって、今回全部の犬集まって、前々回、ちょっと犬一匹見逃しちゃった。そして、この木で、夢の中で、私、死んじゃった。この犬です。見つかりにくい犬め。ああ、ジジイ来る。まあいい。案外よかったなら、ジジイは、爆弾で自爆します。まあ、ジジイは簡単な殺し野郎だから。問題は、まあ別に問題ない。犬の弱点は階段です。階段の、ハゲで死に、いい調子ですね。もう一回。これはちょっと何か面白いやつ作りたいね。もう一度。よし。はい、リオンです。今回、このリオン様は、ちょっと、回復、俺の体力高いすぎるから、ちょっと直しましょうか。ちょっとダメージすぎるから、ハーブを食って進めましょう。はい、私はこの家入りたい。だけど、私とは他の人の入り方ちょっと違います。私はこの風で入ります。はい、他の人の家で入ります。これは重いすぎるから、ちょっと消しましょう。よし、これは本物の私機。私の最初の作った、このおじいさんのところの動画で、マイクの音、ひどいだったね。ひどかったね。そして、私は一発食らっちゃった犬目で、だから本物の私機じゃないだと思う。だから今回やり直します。この犬目、全部この犬目、そしてこの人間目、全部殺しましょう。ダメージないで、ダメージないね。そうですね。じゃあ、階段のところで、この犬集まって、そして私は、問題はこの人々たち、前回、夢で、ピッチフォーク殺しちゃった。今回犬か。めんどくさい。これを繰り返しね、同じこと。ひどいよ。手榴弾したい。手榴弾。ああ、この声、うんざりだ。はい、皆さん。はい、私は誰？私は死神リオンです。今回のリオンは、この敵倒す、このマインスローで、気持ちいいね。今回、私の家に入り方は、この手榴弾。こっちと、
逃げるな。あ、死んだ。あ、手榴弾すぐ。あ、そうだ。く、く、あ、忘れちゃった。く、食わなかった。食わなかった、食わなかった、ハーブ。今回食う。はい、今回、私は、あ、忘れずに、あ、ハーブを食います。あー、遠いすぎる。間に合わない。ま、あ、消えちゃった。はい、今回、この家に入りたい。あ、よし、今回、ハーブ食って、手榴弾、エクイプして、準備して、投げて、家に、入れない。まあ、リアです。私のリアの力は、ほら、ざま見ろ。このリアです。特別の力、このリアです。私は、一発で死ぬ。そして、私のリアです。私は、このナイフだけ。みんな殺しで。犬元気だな、今回。ああ、触手早い。ああ、今回、すべての犬、集まって、階段のところに犬集まって、そして、皆殺しだ。それはいい考えだろう。皆殺し、階段で。ああ、犬目、このリオンちゃん、リオン様、リオンです。両前、殺すとも、いや、俺は死なない。なぜなら、私はリエです。この特別のリエの力で、いや、このリオン様、死ねない、ピッチフォーク。わかった、ピッチフォークやろう。ピッチフォークやろう、本当にひどい。はい、今回、絶対、ハゲピッチフォークやろ、絶対死ねないぞ、このリオン様、絶対死ねない、今回。ああ、もう邪魔の活性、間に合うか、間に合った、よっしゃー。なあ、この後、食って、手榴弾して、今回入りたい、この家。ああ、入らなかった。でも、リエです。これは、前回俺の夢の見たの人々は、このリエの力は、分かっているだろう。今回説明しようか。まあまあ、このリエの力で、俺は死ぬ一発で、このリエの力で、俺はナイフだけで使う。このリエの力で、俺は全滅しかお。そう。じゃあ、今回、絶対死なないリオン。絶対、ピッチフォークのハゲ野郎、絶対死なないぞ。はい、はい。じゃあ、今わかった。ハゲピッチフォーク野郎に、近づくな。はい、わかったね。はいはい。じゃあ、階段、この犬ども、俺の階段に集まって、よし、釜やろう、斧やろう、ピーチフォーク、ピーチフォーク、虫、ピーチフォークな、絶対。はい、はい、こう犬入って、入りましょう。入りましょう。なんだ、近いよ。近じゃない。ああ、死んだ親父。まあまあ。この階段使って、これはいい場所だろ。よし、2発、3発、みんな殺し、みんなじゃない。まあ、犬だ。犬殺し。来い犬。はい、はい、みんな来い。いいぞ、準備しよう。並べましょう。来いよ、犬。ほら、これは安全な場所。そろそろ人間来るかな。まあまあ、人間も簡単だろ。よしよし。押すな。階段の下は安全じゃない。ピッチフォークハゲ。ピッチフォークハゲ。もう、なんで、ピッチフォークハゲ。
ピッチフォーク剥げ。絶対あのピッチフォーク剥げ。ああ、そうだな。何のことか。そうだな。前回の夢で、ピッチフォーク剥げ、ちょっとやられた。でも今回、絶対やらない。やらないか。絶対。んじゃ、今回、完璧で、この家に入りましょう。入っちゃった。席？風か？ああ、まあ、入った。俺の入った方は、まあ、侵入者ね。この死神は、このおっさんの家ね、家の侵入者です。じゃあ、俺の霊と力わかっているだろ？はい。もし俺の夢を見たなら、俺の霊の力わかってるね。竜の力で俺は一発で死ぬと、ナイフだけ、ナイフのみ使って、そしてみんな殲滅します。はい、素晴らしい力ですね、この竜。そうだな、これは本物の私機です。全然全然かい。別のリオン、だろ。俺の分身、私は分身かな。いや、私の分身、本物のリオは、この場所で、下手なオーディオだな。鎌やろう、斧やろう、ハゲやろう。絶対今回あのハゲやろう。絶対やられない。絶対にあのハゲやろう。注意、ハゲに注意。なんだ、じゃ、惜しい。俺これ危なかった。なんでそんなに近い。あれはハゲかな。よし、犬集まって、ちょっと切りましょう。犬どこだ。そしてあのハゲ注意しましょう。ハギ近づくな。そうだな、絶対あのハギの来る時、俺はちょっとクロス。どこだ、犬。そっちか。ハゲまだ。ハゲ来ないか。ハゲまだ来ない。まだ安全そう。なぜ来ないかな。後ろを向いてハゲが出るかもしれない。ちょっと不安です。本当に不安。よし、安全です。とりあえず安全。何か任務。お金。ハゲどこ。絶対来るね。俺の目を、来る。噂のハゲ。噂のウゲ心。今回お前、俺の手で殺す。絶対、来よハゲ。犬邪魔。犬、安全な場所はずだ。ひどい。ひどいよ。本当にひどいね。今回勝つよ。絶対勝つよ。そうだな。これは絶対勝つから。私は自己紹介します。私は死神というリオンです。じゃあ、このリオン様で、このみんなで、このモッドで、みんな、とりあえず手榴弾準備して、そして私の素晴らしい霊の力手に入れる。私の素晴らしい霊の力なんでって。なあ、まあ、俺の力で、この霊の力で、私は一発で死ぬ。そして、このナイフだけ使える。そして、殲滅します。これは素晴らしい力ね、この霊。まあ、それ以上、今回絶対犬目、ハゲ目、みんな目、絶対死なないよ。これは俺の完璧な自己紹介だから。じゃあ、みんな死ね。みんな、じゃあ、疲れた。疲れた、リアン様。まあ、今回、いつも通りの作戦。私の夢の中で、何回の夢の中で、私は、この、
この同じことを夢した。そして犬も集まって、この犬集まって階段のところ、前回の夢でちょっと死んじゃった、階段は安全するはずだけど、時々ハゲ邪魔、もう死にたくない、ハゲに、はい行け、これは今回安全、よしよし、犬集まって、階段の上にかなり安全そう、ハゲ来ない、来なさそう、なんでだろう、わからない、でもハゲ来ないから、この犬たち集まって、なんで安全だと思った、でも安全じゃなかった。ようこそ私の世界へ、この世界へ、私はこのマインスローでちょっと体力高すぎるから、このマインスローちょっと使いちゃいます、そして食べて、そして今度のシルダン、私のアンのシルダンで、ノー私の霊の力消えた、残念、出ちゃった、この家から出ちゃった、まあしょうがないね、アブリーグン、じゃない、やだな、やははいという意味ですね、このドイツ語でトレットン蹴るだな、はい蹴る、今回つまらない自己紹介なんて、なんでいつも、まあこれはめんどくさい、ちょっと犬集まってみんな殺しして、あればいい判断だろ、はい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 、怖い犬、怖い犬、はい犬、はい、わかった、はい、いつもの犬、はあ、そうだな、ルールはなんだ、ルールはナイフだけして、ナイフだけ使って、そしてなんだ、この爆弾使おうか、まあナイフジャケット、これはオブジェ大丈夫、オブジェ大丈夫、このいただく、さっさとこのバカをじじ、ボケたおじじ、まあまあしょうがないね、この家に行こう、階段あまり、階段安全な場所だと思った、でも別に安全わけじゃない、まあいつも通りの作戦、この作戦わかっているね、この家に入って真ん中の階段安全だろ、こっちこのくらい、これは安全だろ、まあ上より下の方が安全だろ、この辺でもいつものハゲ、いつものハゲ、はい、最初にハゲ殺す、邪魔犬、蹴れじゃない、トレッテン、いつものハゲ殺したい、死んでもらうハゲ、はい立って、死んだか、僕の人来ないか、ハゲなんだ、死んだふり、お前死んだか、なんだこのハゲ、死んだだろ、なんで消えなかった、そっか、最初に消えるなかな、死んだ、本当なんだ、バグか、消えただと思った、なんで消えなかった今回、リオンの世界へようこそ、今回いつも通りのリオン作戦です、ハーブ食って、まず体力強いすぎるからちょっと減ってもらおう、ポン、よく、窓壊しちゃった、まあいい、今回勝ちつもりです、私の実家へ
自己紹介。何回も失敗しちゃったからちょっと諦めるかな。ダメダメ。まず作戦の通り、この犬ども集まって階段のところに行って、みんな殺し、それは作戦です。この40分の作戦でも、本物の終わった式作りたい。このところ一発食らったから、そして音量なんだた、なんだわからん、わからん、音質、そうだな、私の音質は下手すぎるから、ちょっとダメだった、音質だから、新しいこの最初のステージで作りたい。本物の終わった式で、完璧、まあ弾いらない、完璧な音質、これは本物の終わった式で作られるね。このハゲ呼ぶ、そして最初にハゲ殺す、声ハゲ攻撃、ひどいよ、犬ともハゲをしちゃった、そして俺も死んだと思う、どういう、ハゲ嫌いなんだ。そうだな、新しい作戦作りましょう。最初にハゲクロス、これじゃない、これじゃナイフ、これです。はい、私リオンの動き方こんな感じです。リエの力分かっているだろう。何回説明したかよくわからないだけど、食って分からん、忘れちゃう、ひどい、ひどいよ今回、ひどいよ今回、ひどいよ。このセーブ作る、そうだな、このセーブ作る必要はない、このところだけ使いたい。よし、いいぞ。今回忘れずにハーブ食います。前回ちょっと忘れちゃった。はいはいはい、これはリオンちゃんの入り方です。出方です。家から出方です。今回ちょっと違う作戦かもしれない。まずはハゲクロス、いつも問題のハゲ、犬よりハゲ、どうかな、このなんで、今、窓、これはどう、これ使える、こっちはどう、はい、おっぱい、犬入っちゃった、びっくりしちゃった、おじじ、いやいや、いつも通りの作戦かもしれない。私の出ると人が入る。いやいや、ちょっと分かったかもしれない。よし、作戦ちょっと変化しよう。この作戦そんなに悪くない。いい作戦かもしれない。はい、このくらいいいぞ。今回忘れないで。ハーブ食って、シリュウダンちゃん、シリュウちゃん行くぞ、行け、もうこれはバリアか、このリオンは吸血鬼、誘えないなら入れない、でもこのジジの頭でちょっと誘った、バカ野郎、じゃあいつも通りの作戦しよう、よしよし。まずいつも通りの作戦なんだ。いつも通りの作戦は、この犬は詰まって階段のところに行って、そして階段のところで死ぬ、それはいつも通りの作戦。でも今回ちょっと違うね。今回リオンは知らない
作戦です。珍しいですね。今回のリオンは死なない方がいい。よし。そしてこの無駄な45分でちょっと直します。これは本物を私が作っているよ。ずっと45分話しているから私の喉もダメです。このハゲ殺しましょうか。よし、ハゲ。それはハゲだな。今のフハゲだな。なんだ、誰か死んだ。お、この野郎。邪魔だ。邪魔め。ちょっとハゲ待ちましょう。ハゲ来るか来ないか、来るか来ないか。このハゲ、このままでハゲ殺す。犬邪魔。よし。なんで届いた。お前弱いよ。無言地帯だけど、はい、この無駄な動画でこれは最後の番だから失敗ダメです。今回絶対勝つ。絶対このリオン様で絶対。ああこれ、おー、俺の大切な手榴弾消えちゃった。まあこれは本物を割った時期ですね。本物は、ああそうだな、このじいちゃん覗いてるかな。覗けないか。え、なんで覗けない。ああ、こっちはクレートか。じゃあこれを壊せる。じいちゃんのところか。殺せるかな、ジージー。無敵なジージー。え、なんだそれ。え、ビエンドウーバースリング。あ、これはつまらない。死んでる方。はい、ほら、俺の入り方。え、なんだ。あ、びっくりした、おじじ。はい。ああ、違う。このやつ、アブレグンしたい。よし、いいぞ。アブレグンしちゃった。このじじいやろ、殺して、トレットにして、そして、切って。じじい、デッド。よし、この後は、ちょっと、窓から出て、窓から入って、そして、階段に行きましょう。よし、犬が来るん？プルーフにならない？来い犬。いいぞ、来い。人間来る？いつもの通りのハゲ。この噂のハゲ分かってるな。あ、どこ行く？逃げるな、ハゲ。来い。お前の死神だ。今回このハゲ野郎、死んでもらおう。死んだか？今回の作戦いいね。まあ、前回ちょっとダメだった。もう一回。今回絶対最後だ。一生懸命生きる。今回このリオンは絶対死ぬな。はい、私はリオンです。イケメンリオンです。私の家に入り方はどうもこれです。どうやって入れる？このマインスローで入れる。もちろん、うう。どうやってこのじいち挨拶する？もちろん、俺はまず食う。ちょっと失敗しちゃった。すみませんでした。じゃあ、どうやってこのハゲ挨拶しよう？これです。はーよー。おす、どうだ？今回絶対勝つよ。私は負けねえな。ああ、まだ窓を壊しちゃった。誰だろう、この窓を壊したかな。悪い人だろう。まあこの人別に悪くないだろう。悪いハゲめ。リオンハゲかな。この
帽子の中にハゲです。あー、完璧だったのに。回転の下にちょっとダメですね。まあ私も何回の、これは最後、これは最後、それじゃねえ、これは最後にね、まあこれは最後、まあ、そうだな、休めなきゃいけないから、これは最後よ、すまん、でもこれは最後だな。私の喉もダメだった。ゴー、どうやってこのリオン入れる。これです、入り方。ほほ、どうやっておじいじに挨拶する。どうやって、もちろんこれです。おほほ、こんにちはじいじ、どうや。おほほほ、お前偉いぜ。ほほほ、このリオン、このリオンめ、わふわはねがん、もう、もう、おっぱい、おっぱい、リオン。このおっぱいめ、お前のゴミ入れない。俺は何もしないぞ。来いよ、犬め。まず、ジジ。ジジ来い。え、ジジ。ジジ来い。ジジどこ？来ないか。まず、犬め。よし、いいぞ。どこだ？ジジか？ジジ来ない。そうだ、ジジの弱点はこの階段ですね。ジジ来ない。私を信じる。ジジ来ない。だから目を離す。今、離す、離す。じゃあ、めんどくさい犬死んだ。もう一匹かな？一匹ないなら、ゆっくり倒せる。よし、みんないない。このいつものハゲ。これは噂のハゲ。みんな知っているね。何回、この夢の中のハゲで死んじゃったかわからない。でも今回死ななかった。お前のゴミいらない。お前の金、お前のスリいらない。カマやろ。飛ぶな。投げるな。投げるつもりか、カマやろ。みんなトレッドもらおう。死んだか、この野郎。お前の番だ。はい、行こう。じゃあ、邪魔の人間死んだから、今回、この犬目集めましょう。いつもの作戦ね。まあ、あの、人間目、絶対邪魔者だから、死んだ方がいい。この後、この犬の命、いただく、だと思います。はい。今回、最後で、最後、今回の最後の最後に、絶対これはクリアします。そしてアップロードします。これは伝説も始まりかな。私はみんな超える。私はこのノーネームさん、あの4年前の動画作らなかったノーネームさん超える。そして超余裕さん超える。そして他のナイフ終わった式の人、バイオハザードの人、バイオ4の人を超えます。なぜなら、このリオン様は、これはモッドですね。この犬目、この最初のステージ、6匹目の犬目いるはずがないだろ。そうだな、いるはずない、このゲームで。でもこのバイオモッドで6匹いるだ。そんなことありえないだろ。まだ生きている、この2回目のやつ。来い、来い、来い、来いよ、来いよ、来い。れない、れない。一緒にれないしよう。ああ、私は犬のフェティッシュじゃない。これは死ね。もうお前いらない。死んでもらうぞ、この触手変態。お前も触手変態め。もっと近く、死ね。この犬。お前かわいいね。かわいいだけど死んでもらおう。はい。嬉しい。残りは2匹か。残りの2匹目、殺してしまおう。本当に殺してしまった。うん、そうだな。休まなきゃいけない。
すまんね。まあ次回はどうかな。これはほっといて、このノートが厳しいね。55分、1時間くらいずっと話している、あの変な声で、ちょっとなんだ、お宝かな、スピルスタート、ちょっとお宝あげます。ハンクか。じゃあ前回あのホッツプッテンス、今回このホーエンスプッケンバム、なんという私の声ダメ、一回だけです。何か飲みたい、何か飲む、なんだそれ、面白いやつ聞いた。これはこの強い、まあ別にこれ弱いね、面白いところ聞いちゃった。なんだそれ、え、何これ、お前か、このやつ面白いやつ、今回のマスナリー絶対面白いね、普通のマスナリーより面白いだろ。ネックブレイカー、ああまあゆっくりゆっくり、はい、ちょっと休みます。